皆さんこんにちは、堀上組チャンネルです。今日はですね、ニュージーランドオープンの試合会場で撮影させていただいてます。本日練習ラウンド一緒にさせていただいているのが、はい、アスミキヤプロです。よろしくお願いします。 Good morning。 もう溢れてるんじゃないですか。めちゃめちゃ景色いいわ。何回も来てますけどね。先輩何回？2回目。先輩何回目ですか？3回目。僕はもう5、6回目です。あら、はい、じゃあ練習ラウンドよろしくお願いします。お願いします。はい、そしてキャリーバッグの隅に隠れてる、はい、木下龍介さん、よろしくお願いします。なんで隠れてるんですか？いやいや、なんとなく今年もやってまいりました、ニュージーランド。1年早いですね。早いですね、はい、どうですか？いや、見てくださいよ、もうこれ、ね、最高の景観ですね。僕目悪いんですけど、はい、ここ来たらボール見えるんですよ。しかもなんかちょっとさ、遠く見るからさ、目よく感じますよ、ね。うん、目よくなりそうな感じ。空気が澄んでるから、はい、ボールがよく見える、ね、ということで、ちょっと練習ラウンド回っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。俺10番かと思ったら9番だったんだ。9番、はい、429ヤードパー4です。はい、フェアウェイにはこんな感じでバンカーが4箇所あります。この真ん中にティーショットドライバーで行けたらセカンドショットは大体8番やか9番やぐらいですね。はい、よろしくお願いします。今シーズンも始まりますんでね、ちょっといろいろ聞いていきたいと思います。はい、仕上がってるんじゃないの、ボール。ちょっと邪魔しないで。はい、フェアウェイ完璧です。飛んでるね、飛距離アップしてますね。ニューアクスミキア風が左上げ、振ったね、いいドローボール。フェアウェイ左サイド飛んでるわ。てかさ、2人ともマジ飛ぶよね。ミキアの超えた。仕上がっても今季も何試合目でした、これが。これがね、QT マレーシアオープン3試合目。3試合目か、はい、やっぱあったかいところでやると触れてますね。ちょっと負けずと振っていきたいと思います。ニューホリカワ、はい、ニューホリカワ、まあほぼ旧型と変わんないです。おー、いいだろ。これいったでしょ、結構これいったね。同じくらい飛んだんじゃない、うん、ナイス。マジか、全然手前だよ。多分ね、295ぐらいは絶対飛んでると思うんだけどね。今シーズン、まあ間もなく東建から開幕しますけど、仕上がりぐらいはどんな感じですか？正直、仕上がりぐらいはまだ 40% ぐらいでございます。まあまだ1ヶ月ぐらいありますからね、はい、何を大きく変えてるんですか？スイング全体の、うん、意識する場所を変えました。かなり意識する場所、はい、どこを意識してるの今？結構、まあどっちかというと僕は上体というか、うん、手の感じを結構意識しちゃってたんです、うん、けど今はもう右のこの辺のまず突っ張り感と、ね、突っ張り感と、うん、左の膝、こっちが、ああ、これ引く動き、それすることによって、はい、距離アップ。で、まあそれをしてどっちの球が出るかなっていうので、うん、今少しフェード目が出やすいので。去年はだってずっとさ、ドローボールだったりさ、今なんか持ち球フェードみたいな感じだもんね。フェードっぽくなってますけど、まあ、そこはあのコーチの方と話して、はい。そして今週アクツミキアプロのキャディをやる、はい、ナナちゃん、よろしくお願いします。去年も何試合担いだよね。はい、担が今季もね、ミキアをね、何試合担いだんですね。よろしくお願いします。ミキア、アクツミキア、もうちょっとまだ足りないってとこどこですか？どうぞ言ってください。聞いてないから。いい選手です。いい選手、はい、去年あれだよね、鍋谷太一プロでね、一勝して、はい、今季もね、ありがとうございます。頑張ってください。はい、今週ニュージーランドオープンということで3試合目ですか、はいはい、早くも。おお、じゃあまあまあゴルフの方は仕上がってるんですか？そうっすね、まあ、試合なんで、やっぱり試合を3試合やってきたから、はい、試合感がね、なんかオフがない感じで。ああ、そうですね。まあ俺はいいかなって。結構海外転戦する人なんかもうオフなくやってますよね。そうっすね、まあ、PGA とかもね、終わったと思ったらもう開幕やし、ね、しんどくないですか？全然もうゴルフ大好きなんで。さすがだ、問題ないですね。みんなに聞くとやっぱね、木下さんつったらミスターストイックっていうね。今度はあの木下さんの一日密着やらせてください。いや、それは恥ずかしいです。よろしくお願いします。そろそろね、みくんもね、トレーニング始めたかんから。そうですね、ちょっと一緒にビシビシ行ったろかな。いや、一緒に絶対無理だよ、そのストイックさには。なあ、みきや、はい、だって僕のその山崎さん、母さんのとこ行ってて、山崎さん、正直トレーニングをしないで飛ぶ方法ありますかって聞いたらしいです。効率よくね、それは知りたいよね。まあ、そうやな、俺も知りたい。断言トレーニングするのはちょっと厳しそうなんでって。まあでもトレーニングして飛ぶならやってるけどね。
でもトレーニング以外にもさ、あの何疲れを取るための、まあ、ランニングとかは ねやっぱり汗流して疲れ取って、ね、そうですよね。去年の反省点を生かして今季はどんな感じですか。また考えて、まあ、前のちょっとスイングに戻す感じで。あ、本当ですか。はい、今やってます。前のスイングのいいところを、まあそうですね、やっぱり初心に戻って、そうですね、いいところを自分も、まあ、思う点がいくつかあったんで、まあそれを戻して具体的に教えて。いや、ちょっとはい、距離が122ヤード。少しグリーン周りは砲台になってますね。ショートしたら手前落ちてきちゃう。ピンがバンカーのちょっと上ぐらいにあるんで、これはターゲットはどの辺ですか。あのピンがエッジから、9でしょ、12、3入ってるんで、はい、これもピン狙いです。お、はい、手前から12、3ヤードあれば手前のバンカーとかあんま気にならない。ならないですよね、はい、すごいね、さすがね。仕上がってる、すごい、入ったんだ、完璧、入ってたら内緒、入ってたらさあ先輩、アイアンドローですよね。アイアンドロー、ね、若干こういうつま先上がりのところ、あ、つま先下がりのところって、これはドロー打ちに行かない、打ちに行かないんだ。行かないです。へ、やっぱりこの傾斜に逆らうと引っかかりが出やすいんで、これはもうドローですけどピンのちょっと左狙って、まっすぐ打つイメージで行きます。118、はい、距離が118、52度です52。セーブしてるな。あ、まあピンの左サイドね、はい、いい感じです、はい、ナイスショットです。ありがとうございます。118、52で行くんですか。52全然、128ぐらいまで飛ぶね128まで行く、はい、ピンまで、上り入れて122ヤード。僕はフェードボールなので普通に攻めたいから、ちょっとアゲンスト感じるんで122ヤード。完璧じゃない。ニュージーランドのこの芝生っていうのはどうなんですか、日本と比べて。いわゆる洋芝っていうくくりでいいんですかね、うん、でも僕もタイの QT を今年初めて出たんですけど、うん、タイはもうなんか岩肌に芝があってもう本当に硬いんですよ。あ、そうなんだ。もうフェアウェイ行ったら 2,30 転がる、ラフでも本当転がっていくんですけど、うん、まだここはじゃあそんなに芝生のこの違いっていうのは、はい、まあ影響はしないかなって。影響でも僕はあれですよ、いろいろありますからね、まあ、あの結構ねレベルにクラブがね、はい、入射角がね鈍角に入ってくる、鈍角に入ってくるから、はい、ちょっと洋芝はね、洋芝は、はい、まあでもあの気をつけなきゃいけないね。気持ちいいショットは本当気持ちよくいくんで、はい、ね、はい、はい、さあ木下さんが左 2.5 メーター、ミキアと僕はこれですね。なかなかいい感じ、みんな仕上がってる、仕上がってますね。さあ木下さん、バーディーパット、はい、まあワンカップぐらいスライスですね。ワンカップスライス、今季僕たちのね YouTube の3人揃う開幕なんで、そうですね、全員バーディー目指して、そうですね、演技を変えましょう、はい、じゃあトップバッターいきます。お願いします、お願いします。ここクリアしたら結構いけるからね、しゃこれで終わるかもしれないこれで終わるかもしれないです。終わりました。お疲れした。ホタルの光に流れております。お疲れした。はい、どうもです。ナイスパーこれね、このラインはね、僕分かりますよ。去年のニュージーランドオープンのね、2日目このピンポジションでね、ちょうど打って入ってバーディーだったんで、ちょっと外します。スライスライン下り、そんなに外さなかった。今これくらい狙った感じだったね、出球、うん、そんな曲がんなかったわ。そうです、ね、はい、最終バッターアクツプロ、もうこれはね1メートル 1.23 メートル、 EGA のデータだとほぼ入る確率 88% ぐらい、 88% ぐらいですねダリスライス、はい、すごいよ景色が。どこの景色撮ったんですか。いや奥がすごい。ナイスバディ、ありがとうございます。いやー、堀川みくぶチャンネル1ホール目にしては優秀じゃないですか。バーディーバーディーパー、はい、今年は
まあ、僕が言うのもなんですけど、ちょっとこの3人でなんでお前がまとめようとしてんだよ優勝次のホール行きますから。あ、終わりじゃない終わりじゃないよいいとこで終わっといたらいいじゃん。お前勝手に終わらそうとすんなよドラマもそうじゃん、いいとこで終わっといた次のホール行きますこの試合はパー5取りたいですね。そうっすよね。全部の以前ニュージーランドオープンカットライン高い時、はい、予選カットで7アンダーでした。え、はい、僕昔あの、はい、ミルブルックとヒルズでやった時、まあ今回はちょっとコースはあの組み替えたりしてますけど、おそらく3アンダーぐらいですね、はい、それぐらいいくの、かなりレベル高いです、まあ、なんでここはまあね、本当取りたい、はい、イーグルパッド打ちたいですよね。ですね、はい、先週アジアンツアーの方は出てましたけど、はい、先々週か先々週残念ながら予選落ち厳しい。あ、厳しいですね。海外行くと予選落ち厳しいですね。ちょっとメンタル的に来ますけどね。ちなみにだって今回ニュージーランドオープン、はいはい、もう本当にこれプロゴルファーの切実な話ですけど、はいはいはい、大体経費どれくらいかかります？まあ、飛行機代、まあ、ビジネス乗らせていただいて、まあ、キャディーさんにはね、まあ、エコノミーとかでもね、まあ、全部で3桁いくかな。3桁いきますよね。100万ぐらいいくですよね。だから本当に予選落ちると100万円マイナスっていうこの個人競技ならではの ね、 まあ、きつい、まあ海外やっぱちょっときついっすね。そうですね。まああとはだから経験を買いに行ってるような形で、まあまあそれはあるし、はい、やっぱりねこういう試合も来たら来たらですごい、ね、うん、景色もいいし、まあ確かに自分たちがね体力があるうちにね、そうそうそう、まあ、こういういろんな経験して、そうなんです、はい、で予選をしてしまいましたね。ミキアもね QT トライしてましたからね、はい、そうね、アジアの QT を2人とも、うん、はい、僕は4日目で終わっちゃって5日目行けなかったんで、うん、ツアーメンバー入れなかったんですけど。あ、そうなんだ。凌介さんにもあの来ることに意味があるでって言って、まあ、確かに泣きそうでした。いいこと言いますね泣いたんですか？はい、泣きそうでした。泣きそうだったね。で泣いた。で泣きそうでした。なんだよ泣けよ、ね、昨シーズン悔しかったんでね、はいはい、ちょっと試合数も入れすぎたなっていう反省もあって。ああ、そういう反省ね。日本海外で34試合ぐらい、すごい女子ツアーぐらいやってますね。しかもさ、海外行って、まあ、次日本行って、でまた海外行って、日本行って。しかも広下さんなんかさ、結構予選落ちないし、かつさ、基本的には4日間競技だもんね、男子。まあそうっすね。だからラウンド数で言ったら、ほんと女子ツアー超えるぐらいね。200ラウンドくらいしたんじゃないですか。タフっすね。はい、肉体的に言ってより、精神的に疲れた。確かにね。で今日、今年ちょっとまずね、選んでしっかり、はい、やらせてもらおう。さあ、じゃあ10番ホール、はい、さっきに続いてね。まあ、堀川未来チャンネル、一応あのツアープレイヤーがね行ってるんで、はいはい、あのやっぱねそれなりにゴルフみんな見てますんで、そうですね、さっきのホールはバーディーバーディーパーといいゴルフでした。いやいや、バーディーそんな取られへんさあこのホールも3人でちょっとバーディー取れるよう、ね、に、ね、お願いします。パー5なんでね、はい、さあ左ドッグレッグしてますけど、ね、今絶対聞かれると思いましたよ。この左のバンカーの上ぐらいに飛んでったらまあ最高、まあ、ちょっと左かそれだと、左のバンカーのちょっと右端、はい、うん、かもしくはこのフェアウェイあたりで、左ドッグレッグでフェードボールっていうのはちょっと難しいと思うんですけど、どういう感じで打つんですか？こういう時は山崎さんはインテンショナルドロー打ってきなとは言ってました。インテンショナルドロー、わざとドローで、ほう、ちょっとそれでいってみます。 OK、 ドローですか？まあドロー、まあ昔の持ち球 OK、 TB、 よし、ドローとフェードでどう変えるの？簡単に短く、まず球位置が、うん、2個ぐらい僕中にします、ドロー。2個ぐらい中にですね、ドローだと。2個って結構大きいよね。はい、2個ぐらいから、うん、あ、自分の中では結構大きい。はい、からまあ少し軌道だけがいい、ちょっとインサイドから入れる感じで、球を上に打つ感じです。はい、はい、いきます。ストレート、入れた前か、抜けた、うん、あれだとラフなんですよね。これだとちょっと右ラフなんで、大丈夫ですか？ああ、まあ大丈夫です。さあここは生粋のドローヒッター木下稜介さん、上げて下ろすだけです。上げて下ろすだけ上げて下ろすだけ。でも木下さんちゃんとさ、はいはい、木下ちゃんじゃない木下さんちゃんとさ、うん、テイクバックよりちゃんとさインサイドからクラブ入ってくるよね。まあドローヒッターも絶対インサイドから来ないと、うん、自分でインサイドにさ腕を入れてるイメージはあるんですか？あるある。あ、そうなんだ。腕を入れるというか、うん、まあ右肘やねんけど、はい、右肘が伸びるとやっぱ絶対外から来る。あ、はい、右肘は若干曲がったままインパクトするイメージやと、うん、絶対、まあ、ドローは打ちやすい。テイクバック上げて右肘をさこう入れる感じってあるんですか？入れもこの形のまま右肘をこ う, こう入れる感じっていうのはあるんですか？いや、イメージあんまりしたくない。入れすぎるとやっぱ今度ちょっとこうなるから、はい、この形のまま下ろせると自然にインサイドから来るから、やっぱ伸びるとアウトから来るんですか？伸びるとやっぱり絶対的に、はいはいはい、こうはい、伸びるってことは絶対ヘッドが外から来るから、はいはいはい、まあスライスとか
になりやすい、はい、お願いします。お願いします。あらちょっと左やけど、まあまあいいと思います。てかフェアウェイまで行ってるでしょ。行くようです。完璧。はい、僕も、この左ドッグなんでちょっとドローで行きたいと思います。じゃあ俺も質問していい？はい。あのドライバーはドローやん。はい。それ以外フェードやん。はい。これはめっちゃ器用やと思うんだけど。あのウッドとアイアンで僕はもうスイングが違います。ウッドは割と手元がこう離れた、スイング変えるんだ。腕からシャフトのイメージでポーンって振るけど、アイアンは地面にある球っていうか地面の上にあるものなんで、それなりに上から打たなきゃいけない。なるほど。これだとやっぱりちょっと横振りなんで、はいはい、あのボールを拾いづらい。あ、でちょっと上から打つと勝手にボールがフェードになる。ドライバーでこうシャフトのようにポンって打つと自然と巻き込んでドローになる。あ、はい、だからパー4のティーグラウンド、まあ、スプーン打つホールで、はい、ターフと降りてたら大体ミクムやもん。大体そうです。これミクムみたいな。僕です。はい。じゃあドローボールでいきたいと思います。はい、あそこのミキアのラインでラフだもんね。まあそれちょっと左。うん、あでも飛ばないから大丈夫。お前。舐め腐ってんなこいつ。俺のことを飛ばないって。はい、セカンド地点やってまいりました。僕の球がここなんですけど、木下さん前に30ヤードぐらい前行ってるね。30ヤード、すごい。そしてミキはもうラフですけど僕より前行ってる。みんな飛ぶわ。ピンがここにあります。このねピンのね左サイドが池になってるんで、ピンの左には打てないですね。ちょっとグリーン面は見えないですけど、ピンのちょっと右サイド狙っていきます。若干ボールがね少し濡れてんだよね。これ少し濡れてる分ってスピン量がボールの回転数ちょっと少なくなるんで、ちょっと棒玉系で飛ぶんで普段よりか5、6、7ヤードぐらい飛んだりするんで、それを加味して7番を打っていきたいと思います。222ヤード。まあいいんじゃない。はい、ありがとうございます。さあ少しラフ、ピン方向この右サイドの木が少し、まあ、かぶりはしないけどちょっと気になるかなぐらいですね。まあちょっと今間のクラブなんですよ、距離的に5か4ユーカー、左が池なんですよ。そうだよね、柳の木が、うん、柳が垂れてる木、うん、でもうピンから右に曲がっていく感じの、はい、じゃあそうするとこの右の木はほとんど気にならない。まあ大丈夫です。でも久保さんも言ってましたけど濡れてるので、うん、曲がらない、曲がりにくいことも想定して、ね、さあちょっと曲がりがピンのちょっと左サイド完璧じゃない？え？大きいよね。ああ、いや完璧でしょう。ナイス、ちゃんとグリーンっていうかカラーに収まりました。ああいうラフの時ってちょっと気をつけることは、あの意外とラフと意外とっていうかボールの下に必ず隙間があるんですよ、うん、で結構あの上から打ち込みすぎると逆に、あ、天ぷら気味、はい、天ぷら気味とか今俺の時間だから俺の時間ちょっと説明長いんで、まあでそういうことね、まあ、打ち込みすぎると僕の打ち方的に上の方に当たるってこと、はい、はい、ありがとうございます。あっさりあっさりいいアドバイスです。はい、193 193、はい、193だ。僕おもろいな、おもろい、おもろ1枚座布団1枚、はい、カットで僕222、30ヤード負けてるわ。いや、まあ、たまたまこれはすごいっすね。7番やね、はい、7番や7ロングだよね。だって193ってことは単純計算315ヤードぐらい飛んでるね。飛んでるな、飛んでる。さあ7番アイアンでドローした球がこれ、いいんじゃね、うまいか、ちょっと手前、あーちょっとこれグリーンが砲台になってる分少し手前に転がっていっちゃったかもしれないですね。届かないですか。まあもう持ち球はもうドライバーもアイアンもドローですけど、はい、こういう洋芝って、はい、要はクラブ入射角がかなり鈍角から入るじゃないですか、はい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 、怖くないですか。まあなんかドローってこう、まあ、薄くフェーダーとクラブ、はい、まあ、ミクムと比べてやっぱターフの取れる量が薄い、はい、あんまり取れへん、うん、そうですね。ボールだけをこう打ってる感じやから、僕はだからあの手前からダフったりするのが怖いから上から打ち込んで、はい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 、程度になってるって感じなんですけど、
なんかドローはやっぱりそのインサイドからボールを横から払う、はい、まあ、打ち込むというより払う感じやから多少ボールがやっぱ沈むけどあんまり気にならない。フェードを打つときとドローを打つときって、はいはい、この手のリリース具合って、はい、やっぱドローの方がしてる感じですか。まあ俺は、振り抜きを左にめっちゃ振り抜くだけ。フェード打つときは、あ、フェード打つときはだからイメージインサイドから来るけど、はい、あの振り抜きだけグッと左に振る。あ、そうしたら引っかかんない。そうしたら勝手に俺はフェードになる。へー、まあ、でもフェードの打ち方は習ってないんで、あ、まあ、自分の感覚がでもそういうわけですね。そうですね、まあ、アドレスあと左向いて、うん、はい、まあ、擦る、だ擦り玉、擦るフェードしか打たれへん。なんか僕、本当に普通の悩みで、はいはい、ドローっていうか左に曲げる球は打てるんですけど曲げ幅とか出玉とかのコントロールができないんですよ、はいはいはい、フェードはできるんですけど、はいはいはい、だそのなんかドローを打とうとした時に手が結構こうバーンって返っちゃって、あ、それはやっぱりこう体が止まって手だけで返るとやっぱり俺も左に行くし、それをこう体全体でこうリリースは絶対せなあかんから、はい、体全体でこうリリースしていく、だから正面から外れへん感じ。あ、そういうこと、はい、ドローボール打つけど下半身はそう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 、やっぱり左行っちゃうから、あ、イメージここなのをここに持ってくる。あ、ドローでも、ドローでもこういう感じ。あ、そういう感じ。そうすると安定する。右に出てこういいドローが質やっぱ体の正面でクラブある方がクラブを操れるっていうか、まあ、怖いっすよね、体の正面から外れると、うん、そうそう、球が出球が来るんで、はいはいはい、ちょっと怖いっす。上半身の面と下半身の面って、はい、そんなこの捻転差みたいのって、いや結構作ります。あ、作るんですか。はい、やっぱその捻転で飛ばさなあかんから、はいはい、これで一緒に動いてるようじゃやっぱ飛ばない。テイクバックは両方右向きますよね。両方右向きます、はい、でそっからでイメージは腰があるじゃん、はい、腰のこの角度、はい、で肩が腰よりもちろん回るじゃん、まあ、最初はこっち向いてますよね。そうそう、はい、その上から見たらこう X になるわけ、うん、このラインと肩のライン、はい、分かる意味。今腰のラインがこれで、はい、肩のラインがもう一方こういう感じ、はい、この X のままうーと。あ、そういうこと。そうそうそう、はい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 、はい、この X が、あ、分かる分かる分かる、この X が一緒になればなるほど飛ばない。あー、そうだ、このまま動いちゃうから、はいはいはい、だこの、まあ、海外選手だとこの X が深くなると思う、うん、ダウンで、うん、もっと X になってそういうことね。だから飛ぶで、このイメージ、うん、このラインとこのラインがこのラインのこの X の角度が同じ角度でずっとこう回るってことですね。はいはいはい、で海外選手はこれがこう深くなって、あ、 X の角度がってことはタメが生まれる。ああ、そういうことね。はいはいはい、そういうことね。ありがとうございます、勉強になりました。いい、木下さんのがこれですね、の、ロングで言うたらイーグルショット、はい、僕が、この右サイドのイーグルパットになりますね。左サイドが結構もうこの辺は全部落ちちゃう池だったけど、みんな果敢に行きましたね。さあ、ここは3人でバーディー取りましょう。さあ、これがカップに寄ってくるのか、はい、うまいね、やっぱり距離感さすがです。はい、もうほぼ OK のところまで。この難しいスライスしてなんかいろいろ下ってのマウンド2つぐらい超えたパット、完璧ですね。パターの距離感2ヤードぐらいちょっとグリーン外れてますけど、これはウエッジですか。これはもうウエッジで、うん、まで行きます。ちょっとライン見ると結構これ逆目になってますけど、ウエッジ怖くないですか。そうか、はい、ナイスバーディーです。1人目クリア、さすがです。左足上がりだけどちょっと逆目やすね、まあ、ちょっとこう突っかかるんで、うん、それを計算しながら。こういう時球の位置はちょっと中目ですか。右ですね、右で、あまりこうフォローを綺麗に出そうとせず、はい、しっかりコンタクトに集中してインパクトで終わりぐらいの、はい、ポーンってきて、はい、まあまあ、まあ、まあ十分でしょう。十分です。タップインバーディーだもんね、はい、ナイスです。ありがとうございます。ついでにバーディー決めちゃってください、はい、いきます。あびっくりした。ナイスバーディーです。ありがとうございます。さすがです。ありがとうございます。さあ、ラインは大丈夫です、大体。ちょっと下り、この辺からフックが入ってイーグルパットいきます。どうなの、全然曲がんない、全然曲がんないじゃん。
こんなになんか2人がちゃんとバーディー取ってくれたから外すわけにはいかないわ。ピン大丈夫大丈夫。よし、ナイスです。素晴らしい、ありがとうございます。ということで、2ホール終えましたが、バーディーバーディーパー、バーディーバーディーバーディー6ホールで3人で5アンダー、これはかなり優秀じゃないですかね。チャンネル史上じゃないの？チャンネル史上一番いい成績出ました。ということで今週はニュージーランドオープンなので、去年の成績はちなみにどうだったんですか？40位ぐらいでしたね。あ、もうちょっと上行きたいですね、はい、2日目終わった時点で18ぐらいいたんですけど。え、あ、 18? あ、そこから決勝ラウンド、また同日でやっちゃったんで、はい、ムービングサタデーということで、まずサタデープレーで切るように。そうね、はい、せっかく海外来たんだからね。せっかく4日間になって、はい、はい、ナイスでした。よろしくお願いします。ミキはバーディーバーディーだったね、はい、そうですね、ちゃっかり、はい、ということで先輩2ホール終えました。はいはいはい、3人で2ホール5アンダーでございます。できすぎじゃね。久しぶりに素晴らしい動画できましたねすごいな、はい、まあ、パー4でバーディーやっぱすごかったな。そうですね、良かったですね。パー5はまあ取れるとしても、ニュージーランドオープンの成績自体はどうなんですか？微妙まあ予選は全部通ってるけど、はい、最高20位切ったかな。マジですか？っていうぐらいかな。ちょっともう一声ですね。まあそうですね、はい、まあ、ニュージーランドオープンで日本人の優勝がないんで、そうですね、ちょっと今週よろしくお願いします。この3人誰か行きたいですね。誰か行きたいです ね。そして、予選ラウンド2日間一緒の国ということで、昨日の練習ラウンドの今日の練習ラウンドも明日の練習ラウンドも明後日し明後日も一緒です。朝から晩まででしかも朝から晩までで、ね、夜だけじゃないから、ね、はい、夜飯とかも一緒に、はい、すいません、ちょっと今週1週間、うん、濃い1週間です。濃いな、はい、ありがとうございました、まあね、行きましょう。はい、失礼します。Yeah.